スゴロク、スゴロク、ソウロク、スゴロクとは、サイコロを振って出た目に従って、マス目にある駒を進めて上がりに近づける、万丈遊戯、ボードゲームである。スゴロクには二人で対戦する、バンスゴロクと複数人が競争して、上がりを目指す、エスゴロクの二種類がある。江戸時代には、バンスゴロクとエスゴロクが共にスゴロクと呼ばれていたため、混乱が生じた。 バンスゴロクは、幕末期に廃れ、現在では、スゴロクといえば、ほぼ確実に、S ゴロクを指す。また、バンスゴロクに関しては、バックギャモンの項目も合わせて、参照のこと。バンスゴロク、バンスゴロク、バンソウロクは二人で遊ぶボードゲームであり、古い形のバックギャモンの一種である。バン上に配置された双方15個の石をどちらが先に、 全てゴールさせることができるかを競り、片方のプレイヤーは黒い石を、もう一方のプレイヤーは白い石を使う。平安時代は、上手が黒とされ、江戸時代には、上手が白とされた。バンスゴロクの起源については、バックギャモン歴史を参照。中国には、シルクロードを経由して入ってきた。装飾がバンスゴロクを発明したというのは伝説に過ぎない。 日本には遅くとも7世紀には中国から伝来した。ただし、江戸時代以降において、広く遊ばれた、バンス語録は中世以後に、中国のバンス語録を取り入れて改良されたものであると、言われている。バンス語録は、ゲームの進行に際してサイコロによる、偶然の要素が大きいため、賭博に用いられた。日本書紀によれば、689年12月に、持統天皇によって、 初めての禁止令が出されている。正倉院宝物中には、聖武天皇の遺愛品とされる木がした壮六曲、木菓子誕の壮六曲が収められている。また、平安時代の白川法王も、壮六の、万壮六のサイコロを天下の三婦女の一つとして挙げたとされている。平安時代の加賀国の国画に、総六別等と称される取締部署が存在したという説もある。 鎌倉時代の宮廷の実力者、西恩寺高校や室町時代の伏見の宮貞房、ふさ、新納、戦国時代の山品時継の日記にも、バンスゴロックの記録が残されている。バンスゴロックはかつて上流階級の婦女子のたしなみでも、あった。バンスゴロックは、文化文政時代には衰微していた。第二次世界大戦後、破来のバックギャモンが遊ばれるようになる。S ゴロック。 S56、階層六というのは、上記のバンスゴロックの影響を受けて発達した遊戯で、紙に絵を描いて、サイコロを振って、絵の上のマスの中にあるコマを進めて、上がりを目指すものである。ただし、かなり早い段階で、賭博の道具でもあったバンスゴロックとは別個の発展を遂げていった。ただし、最古のものとされるジョードスゴロックには、絵の代わりに、 仏教の用語や教訓が書かれており、室町時代後期、15世紀後半には、浄土すごろくが遊ばれていたとされる。なお、その名称や内容から、元は浄土宗慶統の僧侶によって作られたとも言われ、江戸時代の伊原才閣の作品、公職一代男などには、浄土すごろくがしばしば登場する。文政年間の極定馬金の短期満録によれば、 当時浄土スゴロクには大きく分けて四種類あったとする。ほぼ同時期に書かれた、竜帝種彦の冠婚資料には、スゴロクの起源について、という三つの説を述べ、戦仏図説が一番最もらしいとしている。江戸時代の元禄年間には、道中スゴロク、野郎スゴロク、芝居スゴロクなどが、絵入りのスゴロクが遊ばれるようになり、後期になると完全懲悪や、 立身出世などのテーマ性を持ったものや、浮世絵師による豪華な層も出現するようになる。その一方で、春画などを用いたり、賭博性を持たせたスゴろくも存在したため、天保の改革などにおいては禁圧の対象となっている。明治時代以後は、文明開化、布告教兵をテーマにしたものも現れ、次第に国民教家の手段として用いられるようになっていった。また、 自動雑誌の付録として欠かせないものとなった。戦後、遊びの多様化や社会の変化から、スゴロクは衰退したと言われている。しかし、今日のボードゲームやテレビゲームの中にサイコロ、あるいは代用品として、ルーレットを用いてゲームを進行させる作品が多く存在しており、これらをスゴロクの進化、発展した姿であると考えることもできる。なお、 S56 そのものは日本独自のものであるが西洋にもバックギャモンの影響を受けたとみられる課長のゲームと呼ばれるスゴロクに近い趣旨のゲームが14世紀頃から行われており20世紀に入ってこうしたゲームの影響を受けてモノポリーや人生ゲームが発明されることとなったサイコロを2個ぶり双方とも最大値である6のゾロ目がいかに出るかが形勢を左右したゲームであったため 総六あるいは、異字体として、凄六という字が当てられるようになった。創、相は、同じ意味を持つという説がある。しかし、日本の遊戯の歴史における先駆的な研究家である、増川光一は、江戸時代以前の日記などの記録類においては後期と思われる少数例を除けば、六と凄六の使い分けが、はっきりとしていること、日本語以外の言語でも、 バンスゴロク系遊戯と S ゴロク系遊戯にはそれぞれ違う単語が当てられているのがほとんどであることから、両者は同じスゴロクであっても全く別な遊戯であり、総録バンスゴロクにスゴロクという表記を用いるのは不適切であると唱えている。5世紀初めに歓約された、ネハン行に見えるナミラサイギ、涙砕儀、腹即義がバンスゴロクのことであるという。 ナミラサ祭はサンスクリット、サイコロの音楽。後に、北儀では、アクサク、アクサクと呼ばれ、南朝では、スゴロク、ソウリク、ソウリクと呼ばれた。遠い降は、スゴロク、ソウリクと呼ばれるようになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。